これ見ていただいたら分かるかと思うんですけども、まあ、高さ、まあ、1メートルあるかないかぐらいで、それでもああいう風に、横からもしくは下の方からかな、横ですね、横から新しく木が生えてきています。で、もう少し横を言うと、本当はもう少し上の高さの方がいい。普通に、まあ、野球部員とかの人間だったらバットを、斧に変えてスイングした時に、まあ、1メートル2、30センチぐらいのところを振るでしょう。だからまあそれぐらいでその木はまだ継続して生えてくると思います。で、ただし木を切るタイミングとして5月上旬ぐらいから4月はまだほとんどの地域は寒いです。それぐらいでまあちょうどいい。その後の気候は当分暖かいから、その間にああいう風なところからまあ木の小さな枝が生えてきて、それが木になりますから、もう少し先のところ撮影します。